保険会社エトナの調査によると、メンタルヘルスは世界中の海外駐在員にとって近年大きな問題になりつつあります。エトナによると、海外駐在員は新しい文化や言語、仕事の責任に迅速になれる必要がある上、多くの場合、本国では普通にある友人や同僚、家族や地域の社会的な支援ネットワークがなく、ストレスにさらされる危険があります。そのストレスが無視されると、メンタルヘルス問題を悪化させる可能性があると述べています。2014年から2016年のデータによると、うつ病と不安障害はメンタルヘルス問題の1位と2位にランクされています。また、別の2016年の調査によると、海外赴任前の駐在員のうち、メンタルヘルス問題を懸念しているのはわずか 6% にしか過ぎません。エトナの専属医師であるパテール氏は、海外駐在員のメンタルヘルス問題を防ぐには、事前に予防的なアプローチを取ることが大切だと語っています。メンタルヘルスに関する正しい予備知識を持つこと、そして万が一問題が発生した時のサポートを充実させることによって、悩みや問題を抱える人々の態度を変化させることができるのです。このセミナーを聞いて、正しいメンタルヘルスの情報を獲得し、楽しく生産的に米国駐在生活を送ってください。